神宮寺ユータ GQ 表紙登場でまた速刊ナンバー I 推進力演出力電波力見えてきた3人の役割と共通する圧倒的完売力。元ー n g o ンドスでヌームバー i としてリスタートした神宮寺ユータ25が11月1日水曜日発売の GQ ジャパン12月号特別版。 プレジデント社の表紙を飾ることが10月25日に発表された。神宮寺は滝沢秀明氏41が立ち上げたエンターテインメント会社戸部に元金プリの平野市要26と2人で7月7日に合流。10月15日には同じく元金プリの岸優太27も合流し、ヌームバー・アイの結成を発表した。 今回の GQ が神宮寺が飛べに合流後初の仕事である。発表後ほどなく大手通販サイトのセブンネットショッピングでは同志の予約が終了してしまいました。平野さん、岸さんに続き神宮寺さんも圧倒的な完売力を改めて証明する形になりましたね。ワイドショー関係者。平野は9月28日発売の雑誌、エルジャパン、エルジャポン。 ハースト夫人が放射で表紙を飾った。同志は9月19日午前9時より予約がスタートしたが、公式サイト、L ショップは一時サーバー落ち、アマゾンや HMV などでも即完売していた。騎士は10月21日に X、ツイッターで夜おやつ。とつづりフランクフルトの動画を投稿。騎士の姿が映っていたわけでもないのに、 コンビニでフランクフルトや似たコンビニホットスナックが飛ぶように売れて、全国で売り切れが相次いだ。3人ともキンプリ時代から圧倒的な人気がありましたが独立後に平野さんと神宮寺さんは個人で、インスタグラム騎士さんは X を解説したことで、ますます人気上昇の勢いに拍車がかかっている感じですよね。特に、平野さんと神宮寺さんのジグヒラの2人は、 ハイブランドに身を包んだ写真を連日投稿していた時期があり、その一つが L ジャポンの表紙だったため、解禁前の何かではと期待する声も多い。三人は悪巻の商品訴求力が共通している一方で、彼らの行動を見ると、ルームバー、アイの地盤を万一品物にするため、各々の,の,の役割を分担しているのでは とも思えてきますね。前でのワイドショー関係者。まず、グループの中心的人物である平野。彼は金プリ時代のメンバーを説得して事務所に直談判し、デビューを勝ち取ったというエピソードに代表されるように、非常に強い向上心と推進力を持っている。 インスタグラムのフォロワー数は400万人を超え、インスタの機能を利用してファンから質問を募ったりと、メンバーでも特にファンサービスが積極的だ。四角嵐松本潤にも負けない演出家人宮児優太、金プリ時代もキラキラした王子様な王道のアイドル路線から。 次第に、一番、など本格的なヒップホップを取り入れるように変わっていきましたが、ヌームバー・アイになったことで、それは加速するでしょう。平野さんたちは金プリ時代、グループのパフォーマンスに関することは全員で徹底して話し合って決めてきた。ヌームバー・アイも、平野さんがこういうことをやりたいと案を出して、それを突き詰めて細かくブラッシュアップしていくのではないでしょうか。 平野さんはグループの方向を推し進めるスタートを担当する役割だと言えそうです。前でのワイドショー関係者、10月15日に行われたニュームバー・アイの結成発表時に平野はファンの皆さんと苦楽を共にしたい、中略、泥臭い俺たちも見てもらいたいと話していた。泥臭いという言葉からもこれまでのアイドルとは違うものを目指していることが伝わってくる。 次に、神宮寺は、同会見で、こう話していた。曲を先に聴いてこれ歌ってる、人たちパフォーマンスしている人たち誰なんだろうって調べた時にニュームバー・アイ、um、でしたってファンになってくれるのもすごい嬉しいじゃん。金プリ時代の神宮寺は演出担当だったが、ニュームバー・アイでは、同グループの細かい部分もしっかりとブランディングしていくのかもしれない。 神竜ジ,ジさんはキンプリ時代の2021年のコンサートツアーからリー 1000NSE からの演出をする際に客席からステージを見ながら細かくアドバイスをしていたのを筆頭に演出面でのディテールへのこだわりや高い意識にはメンバーもプロフェッショナルだったかっこよかったと全幅の信頼を置いている様子が当時の情報番組などで紹介されていました。 旧ジャニーズで演出家として実績を重ねていた嵐松本潤さん4 2ライブ演出の色はを聞いたりと向上心も強い。平野さんに負けずを取らずアーティスト志向ですから、ライブの演出だけなく、売り出し方も細かく決めていく役割を担うのかもしれませんね。岸さん合流の生配信であった言葉パフォーマンスしている人たち誰なんだろうからというのも、 そうした戦略を過去にジャニーズもやったことがありますからね。全能。2020年10月、YouTube 上に突如、h o n e y b ーン・ s h i n ジョー・ o t Joe H.N. d r a i n g という謎の8人組ボーイズグループのチャンネルが3組開設された。 真っ赤なパーカーのフードをまぶかにこむっていたり、歌い手は MV に出演していなかったりと3組とも正体は伏せられていたが、実は全部ヘイ、セイ、ジャンプの新曲だったというプロモーションが行われたのだ。演出家人牛児の頭の中は今、ぐるぐると回転しているだろう。 四角騎士はテレビで K-POP グループと渡り合えるのは彼らだけ、そして騎士さんに求められているのはタレントとしてヌームバー、アイの魅力を伝える力です。平野さんと神宮寺さんは完全にアーティストとして世界に目を向けていると言います。そのため警視というと聞こえは悪いですが、日本のテレビ、特にバラエティ番組には関心がないと聞こえてきています。 一方で岸さんは、二人に比べると、まだバラエティ番組に関心があると。それに、日本テレビからはお墨付きも出ていますからね。前でのワイドショー関係者。騎士は、日本テレビの人気番組でトキオなど旧ジャニーズがメインの、ザ・鉄腕・ダッシュの準レギュラーを務めている。ジャニーズ退場後、飛べ合流後も出演を継続するかどうか注目が集まっているが、 岸さんは鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており今後ともその方針に変更はありません。と、10月23日、東京汐止めで行われた定例社長会見で日テレの石澤明社長、67、は断言したのである。出演継続になるとは明言はしていませんが社長発言は重い。これからも岸さんが出演するのは決定的ではないでしょうか。 この発言は、大手テレビ局、それも民放のトップをひた走る日テレが、ジャニーズを退場、さらに飛部に移籍しても全く問題ないと認めたということになると思われます。岸さんは天然キャラの突き抜けた面白さだけでなく、見ていて気持ちいい豪快な食べっぷり、端々に見せる礼儀正しさも大好評。 バラエティに関しては、平野さんらを上回る人気ぶりで、現場の態度も良くて、スタッフの評判も高い。そして、視聴率もついてくるタレントですから、テレビ局サイドも、旧ジャニーズに忖度する必要が消えた今、起用しない理由がないんですよね。全能。すでにニュームバー、イには、金プリ時代から3人を、ファンが大勢ついているが、 騎士が今後多くの地上波テレビ番組に出演、活躍することでヌームバー・アイの名前はさらに広まり、新規ファンの獲得にもつながるだろう。平野がグループが進む方向を示し、神宮寺がそれに演出を施す。そして騎士がまだ彼らを知らないファンへその魅力を届ける、絶妙のバランスを感じさせるヌームバー・アイ。すでに示している圧倒的な 完売力からも感じるが、世界的な人気を誇る K-POP グループと渡り合えるのは、やはり彼らしかいないのではないか。やはり彼ら、